また、戦わないといけないのですね。5勝6敗、主様も最も欲しがる一勝。だけど私も昼の新ルールで手を抜くわけにはいかない。そうすれば主様の強制敗北になる。私は失敗作、そう言われて生まれた。本当なら今みたいに生きてはいけない存在だった。堂々、いくつか属性に合わせて天使を作ってみたんだけども。私はテイセリスエデンのご神体だから一応はこの子たちが第一号ってことになるのかしらね。この子、なんか帝王メルトリアに似てない？それはそうだね。だって専属シンメリアを媒体にして作ったんだもん。ご神体のフラもソフィアにかなり影響されてるでしょ。だからあえてメリアを媒体にすれば世界王クラス作れるかなって。そう。でもこれだと違和感がすごいわ。噛み切ってもいい。ゲール様が望むままに。随分個性的になったわ。そういえばあなたの名前は、ルライルです。名前は考える方も疲れるからランダム。天使族は高確率に本来の名前の後ろに L がつくからね。ってなるとゲールの本名わけだね。シンプルだね。私をエステルの適当命名に当てはめないで。私は正真正銘ゲールよ。ごめんなさいね。あなたの想像主はちょっと適当なところあるから。そうですか。まだ頭がぼーっとして現状把握ができていないのですが。そうね。仕方ないわね。多分他の子も同じだからきっとなれるわ。ご主人はどこにいるのですか？あれ、まさか媒体の記憶が。ある。エステル、これはちょっと話が違うんじゃないかしら。ああ、ダメだ。この子っぽいおよりメリアのガが強すぎた。ダメだね。メリアの記憶完全に引き継いじゃってるよ。というより別の器って言ってもいいレベル。どうにかならないの？一応診断結果ではメリアの善の部分だけが残ってる感じだね。天使族にして正解だったね。善のみか、自主系統っていうのも関係するかもしれないわね。どうするの？生まれたばかりだから記憶が強いのかもしれないし。もう別個体だからちゃんとこの子の使命通りの生活と配属をしてあげれば別の個性として成り立つと思ってるのだけど。ならルライルはこのまま慈悲の天使として生活させても問題ない。そのはず、そもそもメリアの善しか引き継いでないし、きっと大丈夫だよ。私はメリアの生まれ変わりらしい。自分はルライルという名前なのにたくさんの記憶が存在する、異例の存在だったらしい。私は天使族でも異質だった。だから、ヘブンズハートに間もなくして選ばれた。その才能は天使族の域を超えているらしい。おめでとう。あっちでは慈悲の天使みたいないい子はあまりいないと思うけど頑張ってね。ご主、主様が神羅万象支配を使ってミガドルエデンと本格的に繋がりが生まれたから、ヘブンズハートのメンバーを増やしたいという話だった。こっちは現実世界と時間の流れがエデンことに異なる。私にとって数十年での現実世界では1年や2年程度の出来事らしい。従属は年はとってもある程度で追えなくなる。最も潜在能力が発揮できる肉体を維持するためだ。だから途中から年齢という概念を忘れる従属もいるらしい。私は異質の存在。何年経ってもメリアの記憶は鮮明に思い出す。だけどそれ以上にルライルとして生きてきた。ここまで来ると遠い昔のような感覚になる。だから気にもしてなかった。覚悟を決めないと。ですね。何を止まっているの？悩んでも状況は変わらないわよ。別にそんなのじゃない。ただ俺はルラに惨敗してるんだ。前回。治療の究極形、どの攻撃も一撃必殺になり、どの攻撃も全て瞬時に全回復してしまう、故にダメージを蓄積させることも不可能。前回は短期戦で挑んだけど、それを完全に読まれて対策された。でも俺がルラに勝つには絶対に短期戦、長期になればルラが楽になるだけだ。それにあの空間全域の毒も厄介、それで動きはディフェンスタイプ、相当俺と相性が悪い。目先の行で判断するから後悔する。それに2周目に入ればその悩みが常に付きまとう。同じ戦法は通用しないからね。難易度が全く異なるの意味が理解してくれたかな。それにエルは最後にとんでもないお気に上げをした。ミガドルエデンの記憶、あれは力の抑制というより、主様の心を守るためのものだった。心置きなく戦えるための優しさ、それをなくしたことで戦いにくくなった。しかもルラはその中でも最悪、エルセンは悪意にも委ねたけど、ルラはそうはいかない。善意しかない相手に悪意を向ける。それはさっきまでの戦いの日じゃないほど心が消耗する。立ち止まっても仕方ない、なるようになれた。先はあるの？最悪同じ過ちを繰り返すかもな。そんなバカなことがある？最終戦よ、負けたらやり直しなのよ。そうだな、でも止まっていても俺がこれ以上強くなるわけでも、技が増えるわけでもない、あるもので戦うしかないんだ。それはここで戦って十分把握してる、むしろ使わなかった技の方が多いくらいだ。先入観にとらわれていくら作戦立てたって勝てやしない？ならしっかりこの目で、肌で体感してその場で考える、俺がこれから戦う戦場はそういうところだろ。黙
くましくなって。もう、ならアドバイスはなしです。自分で考えて戦ってきなさい。負けたら最後までナビゲーターとして付き合ってあげるわ、主様。最終戦、勝てばクリア、負ければリセット、命運を分ける大事な一戦、心していこう。どうしたルラ、笑えよ。お前が最後の立ち会い人だ、見せてやるよ。俺がここで言ってきたこと全部、すべてをルラにぶつけてやる。なんで笑っていられるのですか。そんなの裏切りじゃないですか。期待させて最後に私が前に立ち塞がったんですよ。怒るじゃないですか。なぜ笑顔で私の前にいられるのですか。じゃないとお前が苦しむからだ。俺は感謝している。ルラが身を挺してここを抜け出してくれなかったらこの場にはいなかった。急いで目を完全に痛めて戦いにすらなっていなかったかもしれない。だから感謝だ。どちらにせよこの戦いは本来行われるはずだったものだ。もちろんここで負ければ何度も戦う。特別じゃない、特別じゃないなら俺がルラに怒ることなんて何もない。だからルラ、お前は自分のなすべきことを全うしてくれたらいいんだ。それが自分のためであり俺のためだ。ご主人優しいですね。敵である私に対して心置きなく戦えるように。バカですよ。このまま私の覚悟が決まる前に倒してしまえばよかったのに。お待たせしました。先攻か後攻、選んでください。先攻で。きっとこの戦い方は私の立ち位置的に邪道なのでしょうね。ルラが近接、それよりあの動き、経験談でも使ってるのか、って思うほどの動きだな。敵の波動。中段抜きで一撃必殺級の技を打ってきた。二双方。同じ手から別の効果を持つ能力を放つ、便利だから覚えておくといいです。マジか、クソ、って未能力的うだけでこの破壊力とかチートかよ。肉の花、サードペダル。さあ、どう戦う。前回とは全然違う。じわじわと攻めてくると思えば、速攻で、そんな戦闘もできんのかよ。キープオールペダー。多分これはメディアを媒体にしたなどに、つまりメディアの変革の羽と同等の力を持つ。その効果は、効果を記憶させ、無視か、無消費で記憶させた効果を反映させる。私は弟子の波動を羽に記憶させ、効果範囲を私の体にまとった。これは羽が全て調整しているため、私自身は何もしていないし、消費もなし、効果を維持したまま次の手を打てる。効果記憶は一つの羽に一つ、私が出せる現段階の羽は2枚、つまり片側に攻撃型の効果を。もう片方には私の完全治療支配、フルオートヒールの効果を。お待たせしました。これが私の戦闘スタイル。一撃必殺しか許さない、絶対のスタイルです。やばい、全然勝てる気がしない。天使と死神の性質両方を兼ね備えた治療の究極系、元自身の天使王。これで本当に一応な分かよ。今までで一番のぶっ壊れじゃねえかよ。ああ、やっと女帝らしい戦いを見られるな、ベル。ルラは天使族だから、神域で会ができないのが、まだ劣るところ、だと思う。そうだな、もし主様が私たちと前線してたら神域まで披露する予定だったからな。それに比べてルラは地固めはすごいが、それ以上は欠けるな。仕方ない、ルラはヘブンズハートの中で最弱、それくらいはしないと、だと思う。わかる、あの話に混ざれば私は絶対にいじられる。でも私はあの二人に比べてオーラ量が少ないから神域できない。まずそこでいじられる。それに比べて神は情けない。完封されて負けるからな。オーラ技術の強さとバランスは私たち以上なのに、戦術の組み方が下手すぎ、だと思う。普段能力頼りだからそうなるのだ。贅肉も増えていくというもの。また贅肉って言った。私痩せてるもん。簡単に釣られよって。だからいじられる、と思う。メディアもルラみたいなことできるの。もちろんです。むしろ真似してるのはルラの方です。オリジナルは私です。メディアは最高何枚跳ね出せるの。さあ、大体4つも出せば必要ないですし、ルラも実際2つでかなり脅威になったでしょう。それにしてもメディアの全だけの存在がルラか。ご主人はルラみたいな私がいいですか。いや、味気ないから俺は今のメディアの方が好きかな。ご主人、やっぱり私が一番なんですね。
この章、いろんなメディアがラスボスなんだよな。ヒロインじゃないとラスボスにされるメディア。今でいいよ。